ポンヌたち。では、前回の一時停止芸人から。よし。セーフハウス。セーフハウスって、ここなの、キリュウさん。案外広い。この人数で押しかけても大丈夫だ。この辺だけ開発されずに残っちまったようなアパートですかね。空の一粒みたいだね。何人か詰めてる。別に感じのいい奴らじゃねえが、俺は一応信用してる。まあ志が同じならねえ、一応は信用が置けるんじゃないかな。お邪魔します。何？そちらが春日一番さんですね。そうです。どうかな、銃を向けてくる相手。このさ、話せねえな。富澤の一般人ムーブがすごく安心する。まあいいでしょう。どうせハワイでの我々は人でもなくほとんど無力です。春日さんの協力なしには仕事できませんから。キリュウちゃんと一番ちゃんが筋もんすぎるから、変に期待弾力がすごい。我々はここにいるメンバーで全員です。え、これだけなんすか、たったの4人。今回の任務は精鋭なんじゃないのかい。アメリカ政府の目を引かずに済ませたいんですよ。彼らはハワイに常駐してますが、日本からの出向は私とキリュウさんの2人だけでして、で3人がボディーガード。おお、花輪騎兵、どんどんが出る人なんだ。俺の上司で花輪だ。偽名だけどな。そうでしょうね。当然の備えです。無断で第三者を任務に引き入れた挙句、本名を堂々と。それには同意だ。呆れますよ。こいつらは任務を。キリュウカズマはもう死んだんだからね。現に名前ないのかい、他の。一番近づいているのは俺たちなんだろ。非常に残念ですが、それは認めざるを得ません。春日一番だ。それと富澤さんと千歳さんですね。あ、私はさっきキリュウさんと会ったばかりで、三田村英二です。どうも。この場所はあなた方に提供しましょう。ありがとう。ただし現時点であなた方が持っている茜さんの情報は全て教えてください。まあそれが筋かな。彼女を見つけて安全に保護することは私たちの共通の目標です。本当に安全に保護してくれるのかい。そちらさんの言うことは聞かねえとね。いつドア閉めた？動画楽しく拝見しました。お、ありがとう、再生数伸ばしてくれて。ありがとうよ。ただ、押村君はチャンネルフォローと高評価もよろしくね。売れてしまったことですね。まあそうだね。目的の茜さんにはこれっぽっちも近づけず、敵ばかり増やしちゃったかな。あなたを追う敵だけをいたずらに増やす結果となって。まあそれは否めない。おっと、手厳しいな。でもどうして奴らが茜さんを狙っているのか、もうわかるんじゃないのかい？種？どういうことですか？お前、動画を撮るかどうか考えたときに、バラクーダ以外のマフィアの存在を確認していただろう。あれで何か別の狙いがあることは察しがついた。それに、そう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 、どうしてみんなが茜さんを狙うのかも知りたいよね。そうだったっけか。さすがキリュウさんね。キリュウちゃん、やっぱかなわねえな。6の後からすごく俺たちを見つけてもらう目的もある。頭が良くなったね。何、どういうことだがなくなったね。でもそれとは別にもう一つ目的があったんだ。あの動画を見て、俺たちを狙い始める奴をあぶり出すことだ。そう、そんな感じはしてたよ。どういうことだよ。
春日一番ってやつがハワイに来て生き別れの母親を探している。この情報に食いついて俺らにちょっかいかけてくるやつがいたら、そいつは結構な情報を持ってると思わねえか。それはそう。確かに一番の探してる生き別れの母親っていうのが茜さんって、ね、気になって探してる茜さんと同一人物だって分かってる。そうだね、その通りだ、その通りだ。茜さんの名前は出さなかったものね。息子がいるってこともきっと知ってる。その二つが揃わねえと俺を付け狙う理由がねえ。そうだね、うん、結果どうなったかというと、バラクーダはトミーの脅しが効いたせいかちょっかいをかけてこなかった。病もあの動画を見てやってきたが、奴の興味は完全にキリュウさん一択だった。そう、アカネさんのことなんて一切話題に出なかった。確かにな、あれが芝居とは思えない。それで出てきたのが、アカネさんを探す手がかりとして俺にアプローチしてきたのが頑丈。そう、頑丈。間違いねえ。あいつらはアカネさんについて俺らも知らない情報を握ってる。頭がいいよね、春日一番。そうだよ、ずっと引っかかってんだけどよ。うん、何？頑丈のやつら一番がアカネさんの息子だって知ってたよな。知ってたね。この女を探してる。だからだって息子なんて女を誘い出す餌にする。確かに言ってたかも。いるって知らないだろうしね。花輪さんよ、確かに当初の狙い通りあの動画が茜さんに届けば一番良かった。でも次の一手の手がかりがつかめたのは結構いい収穫なんじゃねえか。なるほど。結果としてあなたの狙いがハマったことは認めましょう。ですがこれ以上の勝手な行動はぜひ慎んでいただきたい。勝手な行動って言っても次から気をつけ、別に大道寺一派に組しているわけじゃないんだもん。一番ちゃんはそんな狙いがあるなら事前に言っときよ。水癖外したら恥ずかしいからよ。こういうのは成功した時だけ言うんだよ。わかる。あ、ずるい。何？ずるくないよ。さてと、問題は頑丈の情報源だな。すっごいファン回してるね、この部屋。沢城の頭はずっと偉人調だし、シーリングファンも回してたし、扇風機も回してた。茜さんか、でもカラッとしてるからそのくらいの冷房でちょうどいいのかな。何にしても頑丈から聞き出せばはっきりするはずだ。連中の情報源が誰か知れば、それは俺らにとっても茜さんを探す手がかりになる。うん、なんでこんなにいろんな組織から狙われてるんだろうね。聞き出せってことですね。ただし下っ端じゃなくてちゃんと情報を持っている幹部でなきゃ無意味だ。あの幹部っていうか頑丈とつながりがあるって言われてる人はいますよ。ネハンギシってホテルのオーナーでハワイの有名人。ネハンギシ、ええ、そこのオーナーが頑丈のボスなんじゃないかってアングラサイトじゃよく聞く噂話ですね。ちょっと待ってください、画像を探してみます。ネハンギシとは大それた名前をつけるね。これですね、ウォントー。すごい。ウォントーは世界各国の超富裕層がハワイに資産隠しをするときに重宝されているようです。資産隠し。そして彼がネハンギシを運営し始めた頃から頑丈も勢力を急拡大させました。ウォントーが頑丈の幹部級以上であることは確実でしょう。なるほど。そのネハンギシってとこに乗り込むってわけか。無謀ですね。今言った通りネハンギシは頑丈にとってハワイの最重要拠点です。当然厳重な警備が敷かれていますし、ウォントーはドワイトよりもずっと切れ者で慎重派です。ドワイトって誰だっけ。第五地区に乗り込むとはわけが違う。あ、第五地区の人たち。
名前を覚えるのが苦手でね。ハワイ中のギャングがアカネさんを見つけようとして。そうだね、なんとか出し抜かないと。ハラワさんよ、なんか手はねえのか。ウォントーってやつに近づく手段を。うまくいくかどうか定かではありませんが、まあ一縷の望みにかけるのはあるんじゃねえか。成功法でと思う。最初から言えよ。言わないでいたのはそれくらい実用性の低い話だったからです。ですが状況が状況です。一応提案しましょう。ありがとう。涅槃技師の中にはハワイを訪れた富裕層のための裏カジノがあるともっぱらの噂です。裏カジノ好きだね。そこで接客をして。接客を。客としてカジノに入れれば本当と接触できるってことね。ゴールは分かったけどどうやって。涅槃技師のカジノの他にも、うん、頑丈はホノルルシティの各所にカジノを設けていると言われています。そこでカジノが一番経済もあるからね。接客であることをアピールできれば涅槃技師への入場が許されるかもしれない。向こうも転がり込んできた金づるをむざむざ手放すほど商売ベタではない。一軍監督に会いたきゃまずは二軍で頭角を現せってことだ。確かにハードルは高えな。それでその二軍用のカジノってのはどこにあるんだ。それわからない。わからないのかよ。何？現地警察も頭を痛めているらしいんですが、カジノを開いているはずなのにその証拠を一個うまくやっているんだね。どういうことだそりゃ。じゃないんじゃないのか。わかんねえけどやるべきことははっきりしてるな。まずはそのどこにあるかわからねえ幻のカジノを探そうぜ。ま、そういうことだよね。だな。エイちゃん、おめえはどうする。カジノに心当たりないのかい。私はここにいさせてもらっていいですか。いいよ。その方が春日さんたちのお役に立てると思います。そうだね、後方支援型だもんね。ええ、構いません。わかった、何かありゃすぐに連絡してくれ。 A ちゃんの介護ができる人いる？ここにちゃんとお世話してよね。ね、さてと、それで幻のカジノっていうのはどうやって探す？そこだよね、一番の問題は。へへへ、こういう時に頼りになるのがうちのトミーですよ。そうなの？なんだ？いや、俺も当てなんかねえぞ。あれ、そうなのか？知ってたらとっくに遊びに行ってるって。そっか。けどよ、ホノルルシティにあることは確かなんだ。ならトミーの知り合いにあたりは噂の一つや二つ出てくるんじゃねえか？そうだね。誰かいねえか、ギャンブル好きのお友達。うん、そうだな。頑張れトミー、生まれも育ちもハワイなんでしょ。うるせえな。じゃあ桜ストリートの寿司屋に行ってみねえか。そこの大将がなかなかの遊び人って噂だよ。夜の店目当ての観光客が来るとその手の店を紹介してるんだってさ。あの人ならギャンブル方面にもアンテナ張ってるかもな。それかその人の知り合いの知り合いとかからつながってくるかもしれないね。なるほどな、いいんじゃねえか。トミー、さすがだなトミー、やっぱ頼りになるぜ。よっしゃ、桜ストリートの寿司屋だな、行ってみようぜ。桜ストリートどこだい。あ、ここだ、近いね。これなら歩いていけるかも。わかったわかった。すごい、もうこのはぐれ力士が雑魚扱いなんだね。強くなったもんだ。最初は手を焼いていたというのに。スジモンバトルができるぞ。22か、ダメだ。ごめん。今見つからなかったかい？忍者だ。ああ、忍者寿司か。
ここ食べたことあるよ。寿司、忍び寿司。この店だよな、トミーが言ってたのは。だな。おう、こんばんは。といらっしゃい。あの。おっと、どうも。あんただよな、この店の大将。そうですけど。実はさ、あんたがこの辺の大人の遊びに詳しいって聞いてよ。ちょいと知恵を借りてんだ。お、そっちの話かい？お嬢さんもいるってのに先進的だね。ああ、いえ。私たちが伺いたいのはカジノについてで。あ、そっちか、それなら。消されない？大丈夫？なんだよ。いや、そうそう、カジノね。ちょっと待っててくれる？悪いね。え、何？大丈夫？カジノのこと、知ってそうだったね。トミーやるね。そう。ああ。なんか歯切れが悪くて、ちょっと怖い。いやあ、どうもお待たせしました。どうも、さっき来たいんです。頑丈ってギャングが仕切ってるとこ知りません？幻のカジノって。そいつは、はいともいいえとも言いづらいんだよな。皆さんあちらの方に歩いていくようですくらいの情報でもいいんだ。ん？どういう意味です？いや、あのさ、ハワイはギャンブルがことさらご法度なもんでね。ホノルルシティにそっち方面の店は一切存在しないってわけだよ。なら、答えはいいえなんじゃないのか？ああ、そうなるんだが。あんた、何を思ってる？あ、いや、別に、そんなことはあるな。は？やまい。うん。病組の皆さん、こっちですよ、こっち。裏切り者の富澤ってのこっちにいます。ちょっと、ナイツーシャ？え、いやでももう、病は俺のことなんて興味ねえって。大将、あんた富を売ったのか。人聞きが悪いな。あの人たちの方が先約だったんだよ。ふふ、俺はカタギの人間なんでね、巻き込まないでくれ。うん、よう富澤、堂々とお散歩とは大した度胸だな。お前らのボスはもうこいつに興味はなかったはずだ。親父は秋っぽいからな、その辺をフォローするのが下の門の役目だ。なーにがフォローだ、てめえらがムカついてるってだけだろ。そうとも言うな。人気者ね、富。うるせえ。親父の世話になっといて、用が済んだらはいさようならじゃ筋が通んねえだろ、富澤よ！頭かじわることか、後悔するなよ。では、きっちり筋を通そうか。本当にね、22レベとかが増えてきたからね。ちゃんとレベル上げしなきゃ。そうだね。行くぞ。よし。俺の番か。その大きい槌。やめて。龍が如くの世界って。車が人を引くのに躊躇ないんだよね。コツつかめたんじゃねえか。吸収が早いのよね。さて、これで戦略はなくなったよ。悪かった。もともとこいつらに脅されてたんだ。もしあんたを見つけたら知らせろって。脅されたってた。嘘つきやがれ。大方報奨金でもついてたんだろうが。いやただそれはもうどうでもいい。俺が勝手に抜けたのはその通りだからよ。聞きてえのは頑丈のカジノ、それだけだ。知ってんなら教えろよ。そうだよ、こいつらみたいに乗されたくなければね。
優等生らしくちゃんと教えてくれるよね。分かった。普通ならそいつは高くつく情報なんだぜ。そりゃどうも。頑丈のカジノは時々場所を変えながら常に2つか3つ開かれてる。今俺が知ってるのはその一つで、黒不要だ。そこで合言葉を言えば客として迎えられる。へえ。合言葉？へえ、宝探しみてえだな。その場所で最初に話しかけてくるやつに、本場中国の焼き餃子って言うんだ。本場中国の焼き餃子。うまそうだな、うまそうだね、そうだね。でも中国は焼き餃子はしないけどね。黒不要に行って話しかけてきたやつに本場中国の焼き餃子だな。ああ、そうだ。そうなんだ。やったね。この人が本当のこと言ってるなら、だけど。本当だって、信じてくれ。意地悪すんなって、ちいちゃん。トミー売られてムカつくのはわかるけどよ。え、そうなの？お前いいやつじゃん。うるさい。待てよ。よし。じゃあ一丁、飛ぶ嵐と行くか。黒不要、どこだろう。どこだい？結構遠いな。結構遠いね。ここに行く。結構遠いね。タクシーが、ここまで戻って、タクシーで行こうか、じゃあ。待って、このまま行くと、また、一時停止芸人で終わりそうな気がするけど、大丈夫かな？あれ？タクシーこっちだよね？合ってるよね？あれ？タクシー行き過ぎてるよ？まあ、これもご愛嬌ってことで、この辺？ここに、神社前のタクシー？あ、フォトスポットだ。これだな。うまく撮れたぜ。やったね。何か、どんどこ島？お、たまにはバカンスにでもと思ってハワイまで来たけど、なんだか物足りない。もっとユニークなリゾートはないかしら。よかったら、新規開発中のリゾート、どんどこ島に遊びに来ねえか？どんどこと？なんだかとってもいい響き。ぜひ遊びに行ってみたいです。私の名前はジュン。どんどこ島でのリゾートライフ楽しみにしてます。ありがとう。こうやって人に話しかけていくんだ。どれがタクシーなの？どれがタクシーなの？What do you want じゃないの？タクシーがどこかわからないんだ。神社でお参りをしていたらスピリチュアルなアイデアが浮かんだの。お兄さんにも教えてあげる。ガードワン像の設計図。どんどこ島の DIY で家具を作れるようになる設計図。そう、こういうのを求めていたんだ。で、タクシーいる？いない？ブロンズマネージャー。ランク19、平均レベル15、いけるかな？違う。これで、こうで、こうじゃ。バックメンバーも決められるんだね。そうなんだ。そうだな。ひかりちゃんにお願いしたかったけど、まあいいか。
いいよ。ひかりちゃんっていうのは私が勝手に呼んでるだけだからね。本当の名前じゃないよ。準備はいいか。決まっていけよ。行くぜおめえら。突撃。みんな勝ちに行くか。こいつで。一撃死はやめて。なかなかにいい火力だよ、多分。ただそうだね、ちょっと交代しておこうか。ああ、まずいぞ。そうきたら、お、倒れないで。どこかだ。あ。よし。あー、向こうも必殺技を。催眠術。うん。そうだなぁ。さあ、ここからどうする。楽しくなってきたな。こうするしかないかな。でも行くぜ。流れを変える。控えメンバーいてよかった。みんな頼むぜ。そうだね。えらい。また催眠術かい。おめえに決めたぜ。これからだ。交代して頑張って。いいぜ。いいね。このレベル差で勝てるのはなかなかに。いい子じゃないか。ニールストライクを真ん中にして打ってあげようね。おっと、ミリ残し。卑怯だね。でも勝てたね。うちのファイターも舐めたもんじゃないよ。じゃあ最後は必殺技で決めようかな。どこから攻める。ダンサブルチョップ。行くぜ。ナイス。よし、綺麗にいったね。よっしゃ。でもこのスジモンたちのさ、なんだろう、レベルを上げる方法がわからないんだ。銃で撃ち止めなんだよ。これをどうやって上げるのかがわからなくて
やっぱ似てるファイターを食わせることでしかレベルが上がらないのかな。会社を休んでバトルの練習しようかな。やめときな。じゃあこの辺にないってことだね。待ってくれ、見逃せないものがある。まったく、人を脅すとは優等生じゃないね。危ないところありがとな。あんたのおかげで命拾いしたよ。いいってことよ。よかったらこれ持っていってくれ。少ないが俺の気持ちだ。ありがとう。じゃあ、おっと。お？何？つかみ取る。あーもう、こっちは絆会話してるというのにチャチャを入れるとは優等生ではないね。それでさっきの話だけど、神社か。私おみくじ引くの好きなんだ。私も好きだよ。初詣とかで引くぜ。結構当たってたりするんだよな。京都が出るとへこんじまうけど。私2年連続で大吉で何事もうまくいくって言われたんだ。それもそうだけど、私は大吉が出るまで引くからあまりそういう感覚ないかな。いや、それってありなの？だって一回だけってどこにも書いてなかったよ。それはそうだけど。ああ、なるほど。目から鱗だぜ。なるほどね。次からは俺もめげずに大吉を掴み取るぞ。それってどうなんだい。パーティーチャットを聞いたところで、じゃあ今回ここで終わりにしようかな。で次は、タクシーを見つけて、ね、黒不要だっけ、行ってみようかな。でここまで見てくれてありがとう。おやすみ、チボンヌたち。